ザイエチャル発音、ザジター、ルーマニア語、ザシャリは、セルビア東部の都市及び、基礎自治体で、2002年の国勢調査による人口は、ザイエチャル市外では4万700人、基礎自治体全域では6万9969人であった。人口の約90%は、セルビア人が占め、約4.5%は、少数民族のブラフ人が占める。ザイエャルには、 多くの初中等学校が立地しており、セルビアでは最初に設立された私立大学でベオグラードに本拠地を置くメガトレンド大学の学部もある。またザイエチャルはロック音楽の祭典で40年代の歴史があるギタリアだや現代アートの祭典であるザレットが開催されることでも知られている。ザイエチャルはザイエチャル軍の軍長所在地でティモチェカクライナ地方の中心都市である。 セルビア語では、町の名は、ザイエチャルと知られているが、ルーマニア語では、ザイチェール、ザイチェリ、ザイチャール等の名で知られている。元の地名は、トルラク方言でのウサギを意味するザイエツから来ており、ウサギの飼育が盛んであったことに由来する。この地域のルーマニア系の少数民族である、ブラフ人の民間語源には、神が生贄を求める。というものもあるが、はっきりとしていない。 フェリックス・ロムリアーナ・ザイエチャルが最初に研究されたのは1466年のことでオスマン帝国によるものであった。当時8世帯の家族が住むだけであった。ザイエチャル近郊のガムジグラードには3世紀のローマ時代に遡るロムリアーナの宮殿があり2007年に世界遺産に登録されている。ありがとうございます。